こんにちは。武器屋の店主のフランです。チェス。私は勇者のゆうちゃんだよ。え、ゆうちゃん？なんだかロボットっぽいわよ。ロボ違う、ロボ違う、ロボ違う。ロボだ、ロボだ、カレー。ふははは。試作メカゆうちゃんをご堪能いただけたかな？メカゆうちゃん？え、やっぱりロボットだったの？よろしくお頼み申す。いずれは手法と副法と SE を積んでダンジョン探索をさせるつもりだよ。賞金首でも探すつもりなの？今はまだ。あらかじめ録音したセリフしか喋れないけどね。ただの録音機じゃないの？さて、今回はガトリングガンの解説をしていきます。ガトリングガンか。幕末三大兵器の一つじゃないですか。ガトリングガンは1861年に発明されました。アメリカ南北戦争でデビューした初期のマシンガンですね。日本では江戸時代末期の出来事です。新兵器が投入されまくったアメリカ南北戦争か。歴史上最初のマシンガンとしては1851年にヨーロッパでミトライユーズというマシンガンがありました。しかしミトライユーズは欠点が多く三大兵器扱いされてしまいます。ガトリングガンよりも10年も前にすでにマシンガンはあったんだ。詳しくはこの動画で説明しているよ。マシンガンとして最初に成功したのはガトリングガンでした。登場してから世界中の軍隊に採用され、マキシムガンというマシンガンが登場するまで主力だったのです。かなり性能が高かったってわけだ。そうね。ガトリングガンはアメリカ人のリチャード・ジョーダン・ガトリングという人が発明した武器です。ガトーリングさんですか？ガトリング氏は発明家で医者の免許を持つほど頭もいい方だったんですが、医者を生業にしませんでした。発明に人生をかけたってこと？そうなるわね。弾液などいろいろ発明しています。自分で発明した耕運機をベースにガトリングガンを発明したのです。農作業用のメカがガトリングガンになるとはね。南北戦争後日本にも輸入され、戊辰戦争、西南戦争などに投入されました。武田官流も輸入していたぞ。ガトリングガンがマシンガンの歴史に与えた影響はかなり大きいです。現在戦闘機や軍艦などに積んでいる機関砲にはガトリングガンをベースに開発されたものがあります。ロータリーキャノンやガトリングキャノンという武器ね。現役の武器なの？そうよ。そいつはすげえ。ガトリングガンの回転式マルチバレルという仕組みは非常に優れています。まずはガトリングガンの機能面について詳しく解説していきます。ガトリングガンはマシンガンに該当します。マシンガンとはフルオートでライフル弾を連射できる装置のことです。引き金を引きっぱで弾が連射できる武器だ。フルオートとは引き金を引いている間、弾切れになるまで弾が発射され続ける仕組みのことです。引き金を引くだけで、あとは全部自動でやってくれる装置だね。このあたりの説明はミトライユーズの回で少し詳しく話しています。現在のマシンガンの定義からするとガトリングガンはマシンガンには該当しません。なぜならガトリングガンはフルオートではないからです。まだ技術的にフルオートはなかったんじゃないのかな？そうね。フルオートはマキシムガンという次世代のマシンガンで実現します。ガトリングガンが発明された1860年代にはまだフルオートの銃はありませんでした。そういうことか。ガトリングガンの最大の特徴はマルチバレル、銃身が複数あるところです。これは非常に理にかなった構造で、現代でもガトリングガンが現役なのはこのマルチバレルの利点が活かせるからです。これって銃身が何本ついてるの？最初のガトリングガンは6本でした。その後改良を重ねて10本のバレルを持つガトリングガンも登場します。6本のバレルが回転しながら弾が発射されます。6本のバレルから一気に弾が出るの？いいえ、弾が発射されるのは1本ずつです。後ろから見て4時の方向のバレルから弾が発射されます。前から見ると8時ってことか。マルチバレルの利点は冷却です。バレルがぐるぐると回転することで空気の流れを作って冷やします。冷やすため重心がオーバーヒートしないように冷却が必要なのよ。連射兵器は連続で火薬が燃えるためオーバーヒートの問題があったのです。もし冷やさずに撃ち続けると熱で火薬が暴発したり溶けてしまったり動作不良を起こしてしまいます。そういうことか。バレルが6本あるからって全部のバレルから一斉に連続発射してたら冷やすことができなくなるわ。そっか、確かに1本のバレルから発射してる間に他の5本を冷やしてるってわけか。そういうことよ。
回転させることで風を受けてバレルを冷やし連続発射できる時間を伸ばしたのよ。空冷ってことなんだね。ガトリングガンは冷却に優れているため高い連射力を発揮することができます。これがガトリングガンの最大の特徴です。シンプルなのにすごいアイデアだよ。発射の仕組みについて説明していきます。発射の仕組みもシンプルながらすごいアイデアになっているのです。右側についているハンドルをくるくる回すとバレルが回転して弾が発射されます。弾薬の装填は自重式になっています。つまり弾倉から重力で自然に落ちるタイプですね。おう、なるほど。弾倉が上についていて自然落下を利用して弾薬を装填するんだ。そうです。空薬莢は左側から自動で廃墟される仕組みになっています。廃墟も自動でやってくれるわけか。最初のガトリングガンは金属薬莢ではありませんでした。紙製薬莢を使っていたのよ。マジか。まあでも金属薬莢は1860年当時まだこの世に出たばかりの新発明だからな。紙製薬莢のままでは破れたりしてしまうので紙製薬莢を専用の金属の筒で包んだ弾薬を使っていました。ガトリングガン専用のカートリッジってこと？そうよ。雷管も装着されているのでこれを使えば金属カートリッジのように使うことができます。なるほど。でも作るのめんどくさそうだね。うん、それが欠点ね。その手間はあるけれど効果は高かったのです。まだ一発ずつ弾を撃って装填する単発ライフルが主力の中、このガトリングガンは毎分200発を発射することができたのです。すごい速さだ。でもこれ前のミトライユーズみたいに重すぎて使えねえみたいなのはなかったの？確かミトライユーズは900キロの重さがあったけど、ガトリングガンは77キロくらいです。それなら取り回しも良さそうだね。900キロに比べたら圧倒的だ。連続発射の仕組みにはバネの力を使っています。雷管を叩く激振にバネがついており、弾倉を利用して叩く仕組みです。分解して平面に並べるとこういう風になっています。なるほど。段差のところでバネが弾かれて雷管を叩くんだ。作った人頭良すぎるね。これが延々と回転してループしているというわけね。中を見ると意外とシンプルだった。ガトリングガンはさらに進化し1877年には毎分1000発を実現しています。早すぎる。1893年には電動式で回転するガトリングガンが発明されました。なんとこれは毎分1500発の発射が可能です。技術の進化が早すぎるね。使われていた弾倉も進化します。初期の頃はブラウドウェルマガジンといってメリーゴーランドみたいな弾倉でした。この弾倉は人の手で回します。なくなったら次の段に回すわけね。そして縦型の弾倉へ進化します。2列になっていて片方がなくなるともう片方の弾倉から給弾されます。いずれも重力で落下して装填する仕組みですね。ふむふむ。ドーナツみたいな弾倉もあります。これは内部でドーナツが回転し外側から給弾されますが、玉詰まりが起こりやすく結局縦型に戻りました。いろいろ考えたんだな。最初は二輪車に乗っていたのも三脚型へ変わります。現代のマシンガンと使い方は同じようなものになりますね。三脚型なら運ぶのも楽そう。ガトリングガンの注意点、デメリットについて説明していきます。注意するべきポイントか。一丁のガトリングガンを一人で操作するのは大変です。ガトリングガンはモデルにもよりますが4人から6人くらいの人手が必要です。弾倉を回す人、弾を波及する人、撃つ人など役割分担します。なるほど。人手が結構かかるんだね。忙しそう。そして連射兵器なので弾薬の消費も早い。補給の問題もありました。連射した分火薬も弾もたくさん必要だ。南北戦争当時、技術的に弾薬を大量生産して補給する体制にも問題がありました。弾切れを恐れ連射兵器の使用を嫌がる将校もいたのです。確かに毎分200発も弾がなくなるってのは工場が悲鳴を上げそう。また最初のガトリングガンは黒色火薬を使っていたので煙がもくもくに立ち上るような状態でした。ですのですぐに居場所がバレてしまい戦いに不利な点もあったのです。連射兵器だからって手放しには喜べない事情もあるね。この弱点は無煙火薬が発明されたことで解決されました。あとはリヤカーみたいな台車のため
ジャングルなどの複雑な地形では使いにくいといった面もあります。おう、確かに三脚型の登場でこの点は改善されたと思います。ちなみにルローニケンシンで武田貫流というキャラがガトリングガンを使っています。武田貫流といえばガトリングガンだからね。ベシミやヒョットコが目を覚ますほどの轟音を鳴らすからな。あれはベルト球弾式になっており、しかもシングルバレルなので、おそらくマキシムガンだと思います。ベルト球弾ってこういうやつか。ベルト球弾式は1883年のマキシムガンで初めて実装された新技術です。明治の初期にはまだなかったのです。なるほどね。ガトリングガンの特徴はマルチバレルと重力球弾式というところね。ガトリングガンの活躍について見ていきましょう。成功兵器だし、相当無双したと想像する。そうね。アメリカ南北戦争で初投入されたガトリングガンですが、この時はそこまで活躍しませんでした。戦いに投入されたのが、ほとんど戦争が終わりかけの時期だったというのもあります。正式装備にはならず、一部の将校が自費で購入して、高い戦果を上げました。確か、北軍にはアンチ連射兵器マンがいた気がするよ。当時、南北戦争の北軍で兵器長を務めていたリプリー少将という人がいました。リプリーは、アンチ連射兵器マンだったので、ガトリングガンやスペーサー銃の導入を遅らせました。そうだった。リプリーがもっと早く連射兵器を配備していれば、戦争は早く終わったのに、と後世の人から批判されますが、リプリーの反対もやむを得ないというか、弾の補給が間に合わないという問題も現実にあったのです。なるほど。実は南北戦争では、ガトリングガン以外にも、連射兵器がすでに存在していました。それがエイガーガンという武器です。コーヒーミルガンと呼ばれていました。コーヒー豆を引くやつか。上から弾を入れて連射できる武器です。コーヒーを入れるのとやり方は同じってわけか。しかし、このエイガーガンは欠点がありました。シングルバレル、つまり重心が1本しかないので、すぐにオーバーヒートして使えなくなります。なんと、兵士はスペアの重心を何本か担いで戦場に行く必要があったのです。スペアって戦いの最中に重心を交換するわけですか。めんどくさいな。ガトリングガンを作ったガトリング氏は、あんなコーヒーミルで勝てるわけねえだろとリンカーンをまくし立てたと言います。さながらアメリカの大統領選のようにライバルの非難をしまくったそうです。ああいうのってアメリカの伝統なのかな。実際エイガーガンの性能はガトリングガンに及ぶものではなかったのは事実です。そしてアメリカでガトリングガンが活躍するのは南北戦争が終わってからになります。戦争が終わった後の1866年に軍の正式装備になりました。そういうことか。米西戦争や米非戦争で活躍したのです。一方ヨーロッパではミトライユーズのせいでマシンガンに対する不信感があったのですが、ガトリングガンがこれを払拭しました。特にイギリスがガトリングガンで無双したのを見て、ヨーロッパ各国もマシンガンの導入を進めたのです。さすが英国紳士、やはりガトリングガンは強かったんだ。ガトリングガンは20世紀の初頭まで活躍します。しかしガトリングガンの後、フルオートのマキシムガンやブローニングマシンガンが登場します。これらのマシンガンは優れており、ガトリングガンの市場を完全に奪ってしまったのです。なんということだ。ガトリングガンはこうして登場から45年で幕を閉じました。しかしなんと、第二次大戦が終わってから再度脚光を浴びます。復活ですか。ガトリングガンで使われていたマルチバレルの回転空冷方式が脚光を浴びます。現在、戦闘機や車両、船やヘリなどに搭載されて活躍しています。おお、ガトリングガンすげえじゃん。ガトリングガンは冷却に優れており、高い連射力を実現することができたのです。現代のガトリングガンは、自重球弾ではなく、ベルト球弾タイプになっていますね。これがガトリングガンの最終形態。武器屋のお姉さん。ガトリングガンは歴史を変えたんだね。マシンガンの発明によって戦いは変わりました。特に、塹壕戦に多大な影響を与え、兵士たちは恐怖の塹壕生活を強いられることになります。悲惨な戦いが待っているというのか。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。